鈴木です。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、 Mac にあの ZDAC シグネチャーを、接続して、再度、聞き直しをしようということでやってみたいと思います。それでは行ってみましょう。最近iPad の DAW 環境を持つにしたんですけども、それに伴ってあと Mac の方が ZDAC シグネチャーが復活したので接続をし直してと、 iPad の DAW 環境が持つ経由で JBL から鳴らしてモニタリングをするとということでやったので、それにつれてですね、この Mac の方もと ZDAC プラス ZenCAN シグネチャーですね、これに変更をしようということでちょっとつなぎ替えをしたと。で、収録のこのマイクについてはTASCAMの方につないで収録をするとということでやるように変えて、Mac で ZDAC シグネチャーを再度聞き直そうと。 ZDAC シグネチャーについては AirLock をしてなかったので、ちょっとここでやってみようかなというふうに思います。それでそのために、曲も1曲作って、でその中に発見があったんですよ。今まで位相感を感じる音ってのはどうやって作ってたんだろうなって思ってたんだけど、こうチャット GPT とかも調べていたら、ロジックに標準搭載のイメージングのディレクションっていうのがあってですね、左右ステレオパンだけではなくて位相を感じて音の広がりを認識するという、人間というのはこの耳の位置関係で位相のズレがあって、でそれで空間を認識するっていうのもあると思うんだけど、今回そのイメージディレクションを使って打楽器とかギターに奥行き感を加えることができたなということで、ちょっとその中で新しい発見をしたということです。であとロジックのモニタリングもですね、持つを通してとてもいい感じになったなということで、あとTASCAMのマイクプリもですね、もともといいプリだと思うので、これでいけるかなというふうに思います。やはり Mac はですね、 ZDAC シグネチャーでやはりいいなと。まずはやはり4プレイのプレイリストは概要欄に貼っておきますけども、と4プレイはこう新たに聴いている感じがして、ベースの質感も高くて、通常埋もれがちなガットギターがとてもよく聞こえるなと。そしてソロも音像が定まってとても質感が高いなという感じがしますし、でサマーウォーカーなんかも最初の打楽器の奥行き感がとてもいいなっていう感じ でその後のキックとリムとベースがこう加わって迫力が出てきて、そこにサックスが加わってエレピが広がりをと醸し出してエッジの効いたボーカルが来るということでですね、近い音と遠い音がとても対比的に出てくるんですね。そこにやはり音空間を感じると、あとロールハーレギーの音も最初からギターの位相感がやっぱりこれイメージングディレクションじゃないのかな。そしてボーカルも目の前に音が貼られて、もうリムショットも反射した音がちゃんとこう表現されてるし、あとは JO も左の方の打楽器の奥行き感がとてもよく出てるし、全体の空気感も感じる。でバッハがとても心地よく、背筋のこう伸びる音で、久しぶりに聞く音でとても気持ちがいいなという感じですね。それとあとはトーンスティッシュの左のリムがやはり少し遅れた音で、奥の方にってなっている、感覚がよくわかる。そしてローが部屋にこうふわっとこう埋まるような感じもとてもよく出てるなっていう。でアリアナグランデ、これも最初のシンセの左右にこう揺れる音が、位相の変化を感じるんですよね。ということで ZenCAN ZDAC のシグネチャーですね、とてもやはりクオリティが高くて、音空間が広くて、そこにこうわっとこう、音のステージが出来上がるという感じですね。やはりいいなという感じがしました。ということで久しぶりに ZDAC シグネチャーの音にとても満足をしている
という感じです。なので、まあ、ここからですね、エア録音をしてみたいと思います。シティライツっていう曲でですね、24bit96kHz で、作った WAV の音源。で、MacBook Pro Plus 全 DAC 全 CAN、で、Adam の T5V で、鳴らしてみたいと思います。まあ、ちなみにその後、iPad と持つと、あと JBL の音も撮ってみたいと思います。それと、さっきのディレクションミックスなんですけれども、そもそも音の方向感っていうのは、左右の音量差だけではなくて、位相差により生まれるということですね。その位相差っていうのが、180になると、ノイズキャンセルで音を打ち消すという理屈になるわけですね。まあ、図で表すと、こんな感じになるかな。波形がですね、逆になると、互いに打ち消し合うと。いうことですね。ロジックプロのディレクションミックスでは、図のようにこういった位相差ですね、クロスオーバーのカット周波数を決めて、上と下で変えるようにしているわけですね。センター値と両端値の位相差をコントロールするということで、そのことをですね、ミッドとサイドという言い方をしてですね、MS 処理っていうようです。現代のレコーディングにおける技術っていうのは、まあ、単なるイコライザーとかエコーとかだけではなくて、こういった、ダイナミクスとか、ステレオスプレッドとか、数多くの技術が駆使されているわけです。ということで、このプレイリストを聞いていると、全ダックと全キャンに通した音は、まあ、こうしたエンジニアリングも含めた音空間の造形が生々しさとか、繊細さとか奥行きアタック感を表現している。それから柔らかさもあるし、輪郭の良さもある。ローもしっかりと出ていて、空間の表現を合わせてとてもいい感じでなってくれているなというイメージですね。あと、エア録音の方に行ってみたいと思うので、シティライツっていう曲で 24bit96kHz の再生、MacBook Pro Plus 全 DAC Plus 全 CAN で Adam Audio の T5V から出した音を取ります。ちなみに iPad と持つと JBL の音も取ってみます。で、さっきも言ったように、この曲をやって間にの位相差をうまく使って空間を表現するという方法が見つかったので、それを加えてと作ったものになります。とそれで、オリジナルは概要欄に貼ってあるビートキャンプから聞くことができます。ではやってみましょう。
エア録音どうだったでしょうか。綺麗に撮れてたらいいんですけれども、それとあとレコーダーはこのタスカムの DR-07X の AB で撮りました。 XY で撮るとなんか最後逆になっちゃうんで AB で撮りました。とシグネチャーと T5V から出てくる音はさすがにやはりローもハイも綺麗に出ていて、と繊細さも出ているように感じます。で持つと JBL-104 ではハイもくっきりしてローは締まった感じなんだけども、エネルギーを感じるなと、まあモニターしやすい音だなという、どうだったでしょうか。ということで、今回は、持つを iPad に割り当てて、それと同時に全 DAC を Mac につないで音の鳴り方を確認をしました。全 DAC と Mac はさすがにいい音、生々しさとか繊細さとか、あと奥行きがあってアタック感も表現できているし、クオリティの高い音を出しているなと。 iPad と持つも、ロジックを使う上で申し分ない音だと思います。細かい音までちゃんと出してくれて、モニターには最適かなと、ということでいかがだったでしょうか。この Vlog では Apple をはじめとした新しいデジタルテクノロジーについて気がついたところを配信していますので、もしよかったらチャンネル登録とベルマークポチをお願いできれば幸いです。あと面白いと思っていただいたら高評価の方もよろしくお願いします。それではまた。